おはこんばんにちは。ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。今回は直近の気になるゲーム業界ニュースをまとめてみていこう。常になんかしらあるわね。まあ、この時期は途切れることがないな。ゲームプレイも忙しいから、本当に行き着く暇もないわね。ワクワクするお話もあるが、やや不穏なお話もある。これも毎度毎度のことになるわね。とにかくしっかり見ていこう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず、任天堂関連のお話から。以前にもお伝えしていたが、長年マリオの声優を務めてこられた、チャールズ・マーティネイ氏が勇退されるとのことで、9月7日に宮本茂氏と共に特別なビデオメッセージを公開されている。10月に発売の新作スーパーマリオブラザーズワンダーでは、新しい声優さんとなるのよね。今後もマーティネイ氏は親善大使として、イベントなどで世界中のファンの皆様と交流を続けるとのこと。お疲れ様でした。と共に感謝であります。今後もマリオは不動の大看板だしな。このビデオメッセージは任代での公開の可能性もあっただろうが。フォーマットは任代っぽいわね。あくまで推測だが、9月13日はスーパーマリオブラザーズの記念日。ここに合わせにくかったのかな、とかいろいろ想像はできる。まあ、このメッセージ動画での邪推は野暮よ。確かにな。ここは悪い癖が出てしまうな。お次も我々の悪い癖が出てしまうお話となるが。先日、ドイツで開催されたゲームズコムでは、任天堂がビジネス専用のブースを設けていたお話はしたな。あの、絶対に笑ってはいけない任天堂ブース、ね。一般には情報が漏れない形であったな。あの中で何が行われているんだ？ってのは、一ユーザーとしても気になるところだったわね。そのあたりの情報の一部が、海外メディアのユーロゲーマーより来ている。やはり新ハード関連だったのね。新ハードの開発者向けプレゼンテーションが非公開で行われ、システムがどの程度うまく動作するように設計されているかを示す技術デモが示されたようだな。新ハード名はスイッチ2なんて名前にはならないでしょうけどね。スイッチとの互換性があるかなども影響するが、このあたりは簡単には読めん部分だな。まあ、話を戻そう。そのデモの一つでは、スイッチのローンチタイトルであるゼルダの伝説ブレスオブザワイルドの強化版で、より強力な目標スペックを達成するように設計されています。とのことだな。ブレワイが高画質、高フレームレートで遊べるだけでも結構なアピールとはなるわね。ティアキンの開発話でも語られていたが、ブレワイは Wii U との同時発売でもあり、やや技術的制約はあったようだしな。ただ記事にもあるが、これは単なる技術デモで今後新ハードでブレワイがリリースされるということではないがな。というか、なんだかんだ言っても情報漏れてきたわね。と言っても新情報としてはこの記事でもこれだけだ。他は現時点で発売が決まっている任天堂ソフトのラインナップ紹介と、新ハードの発売は2024年のある時期であろうことが広く予想されているってぐらいだな。そして、当たり前だけどテンプレのように記事の最後は任天堂のノーコメントってことね。他の VGC の情報だと、ゲームエンジン、アンリアルエンジン5のアセット処理機能や光源処理機能をアピールするために制作された。マトリックスのサンプルゲームも動作させるデモが実施されたとしている。いや、これが動くのかよ。これはもともと2021年に PS5 や Xbox シリーズ X のパワーを紹介するためにリリースされたものとなる。そして、このデモは NVIDIA の DLSS アップスケーリングテクノロジーを使用して実行され、高度なレイトレーシングが有効になる。ひとくらくらしてくるな。まあ、新ハードが出る前はいろいろと情報は出るが、実際、いい意味でも悪い意味でも蓋を開けてみないとわからんって部分はあるがな。話をやや持ってしまうというのは発信側としてはよくある悪い癖。スペック面も気になるところではあるが、単純なスペックアップマシンということではなく、新しい遊びに挑戦するだろうからそこに期待ね。さて、それでもまだ任天堂スイッチが現役バリバリのハードであるので、公式の周辺機器ではないが、こんなものが発表されている。おお、驚くほど大画面。ペンタクトというブランドより、任天堂スイッチ対応のマルチメディアポータブルディスプレイだ。まだ詳細なスペックは不明だが、11.6 インチのタッチ操作対応モニターを搭載。解像度はフルハイビジョン。USB Type-C や HDMI 端子を搭載し、PC やスマホの外部ディスプレイとして利用できる。そして最大の特徴は、スイッチ本体をケーブルなしで背面スロットにセットするだけというお手軽さだな。確かにすごい周辺機器ではあるけど、
価格で折り合いつかないなら、そもそも大画面で遊びたいならテレビやモニターでよくね、ってなる。本商品の発売日や価格はまだ未定だが、以前に同様のコンセプトで出ていた製品だと、プランにより3万3000円からとなってた。まあまあのお値段するわね。まあ、スイッチで遊ぶだけだとお高い価格とはなろうが、サブディスプレイとして汎用性もあるからな。細かい情報は近日公開とのことなので、公式サイトのリンクは概要欄に貼っておこう。お次は我がチャンネルでも紹介したし、ゲーム実況配信などをよく見る人の知名度はかなりある。あの、オンリーアップ、が販売打ち切りになったとの方がある。結構なユーザー数いたでしょうから、大きなニュースになるわね。実際、Steam のストアページに飛んだらすでにも抜けの殻状態ね。オートマトンの記事を引用するが、本作はタイトル通り、プレイヤーである少年を操作し、空へと伸びる構造物を上へ上へと登る 3D アクションゲームだな。セーブ機能なし。落ちたらまたやり直し。テイストとしては、ツボおじさんこと、ゲッティングオーバーイットに似ているな。シンプルながら熱中できるイライラアクションで、配信者のリアクション込みで、一気にブームになったわね。とはいえ、著作権的にかなり怪しい BGM やゲーム素材も多く、実際にファイナルファンタジーの音楽とか素材でも明確に著作権侵害になってたわね。都度、修正はあったがな。そのあたりが今回問題になったの？開発者の声明では、本作は開発者が初めて手掛けた個人開発タイトルであり、数多くの失敗があったとされていた。この数ヶ月間ずっとストレスに苛まれてきたとのことで、ゲームを過去のものにしたいと決断し、心を平穏と癒しを得るため、本作を配信終了にすることを選択したようだな。まあ、先ほどの権利関係問題に加えてバグなども決して少なくない作品ではあったからな。あくまで推測だが、そのあたりも影響はしているだろうな。私の Steam のライブラリにはまだ、オンリーアップ、はあるけど遊べるの？購入した人は問題なく遊べるな。気になって久しぶりに起動したわ。と言っても、配信終了とともに今後のサポートも終了ということにはなろう。シンプルなゲーム性なのに、結構な PC スペック求められるから最適化を期待したけどね。そこはちと残念なお話だな。とはいえ、本作の人気で似たような派生作品も多く登場した。なんだかんだインディーゲーム業界に盛り上がりを与えてくれた作品ではあるわね。今後も開発者は一旦休息を取り、ゲームデザインの勉強を続けるとのことなので、権利関係には今後注意してもらいながら、楽しい作品を開発してほしいところだな。慌てないことも重要ですよ。お次はファイナルファンタジー関連。9月7日にスマホ向けにファイナルファンタジー7エバークライシスが配信となったな。7シリーズ作品のエピソードやリメイクのもう一つの可能性という意味でも期待はしている。小立て構成でファイナルファンタジー7サーガを楽しめる作品となっているな。まだ、他のゲームプレイが立て込んでいてまともにプレイできておりませんが。まあ、来週にはプレイ感想は語っていくとして、配信に合わせて開発者インタビューも来ているな。シリーズ作品てんこ盛りの仕様は、クリエイティブディレクターの野村哲也氏の無茶ぶりだったのね。今後のファイナルファンタジー7の盛り上がりのためにも重要な作品となろう。言いたかないが、早期での差収だけは勘弁。大事なブランド作品なんだから、しっかり育ててほしいわね。ディレクターの鳥山元虫からは、ファイナルファンタジー7リバースの発売予定は冬との言葉もあり。おそらく、1月から2月頃には発売となるだろう。今年もそうだったけど、この時期もゲーマー的には忙しくなりそうね。個人的にはファイナルファンタジー7リバースには期待しているけど、3部作ながら、3年以上の時間を要したし、対応ハードすらまたぐ。PS5 独占タイトルという点でも、嫌がおうでも不安はあるな。しかもスクエニ自体が今ユーザーから信用がしっかり得られている状況ではない。そこを払拭できるほどの情報などが、今後あるかには期待しよう。ぜひ、日本語的には矛盾だらけですが、面白さでごまかせる作品作ってくださいな。そして、PS 陣営でもおそらく9月中に、ステートオブプレイ、の配信はあるだろう。PS プラスの値上げも直近であって逆境状態ではある。ここらで大きな花火が上がらないと、結構厳しいと思うわね。そちらの予想も近いうちにしていくとしよう。ゲームプレイが忙しい人も多いだろうが、無理せずゲームプレイを楽しんでいこう。だいぶ気候的にも落ち着いてきたけど、まだ残暑も厳しいしね。このチャンネルでは有意義なゲームライフのための情報提供をしてまいりますので、
よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。今後ともよろしくなんだぜ。